し通じるるややつ大体株やってる今回なんですけれども、ピックアップ銘柄ということで、パーソルホールディングスですね。あとはマーケット振り返りですね。えいろいろ取り上げていきたいと思います。こちらの銘柄でですね、本日年初来安値を取ってますと。週足のチャートこちらのようになってまして、株価は直近で下落してますよと。なんでこの銘柄取り上げてるのかということで、年初来安値今日取ってるっていうのもあるんですけど、今日から株価が分10分の1分割するということで、 なんと239円なので、100株で2万4000円ぐらいで買えてしまいますよと。NTT を彷彿とさせるような銘柄に今日からなりましたと。買い取り回りは3.6%あります。収益性なんですけれども、売上営業利益率は4.34%ですね。そして、稼ぐ力を表す ROE は11.67%。ROA、e、は4.5%ということで、ROE は平均10%ぐらいなので、やや上回り 回ってると。ROA に関しては平均5%なんでやや下回っている。 い平均的な稼ぐ力あるよねねという感じです、ね、この会社はデューだとかね、そういった人材発見をやっている会社になります。一番最近の決算第1クォーターが8月10日に出てまして、売上高は9.4%プラス営業利益は15%マイナス、最終利益も15%マイナスとなっております。なんですけれども、会社の決算説明資料の方ですね、売上収益、売上総利益ともに順調に拡大ということで、第1クォーターなので、この時点で進捗率25% あれば、OK、ですと。第2回、第3回、第4回ってね、えー、4回あります、ね、25%、50%、75%、100%で進捗していくんで、この時点で25%あれば、万々歳というところで、営業利益に関しては進捗率26.9ということになっているので、この前年から見ると、マイナスにはなってるんですけど、会社の見通しで考えると、まあまあ、基本的には問題ない、オンセットしてる、計画通りだと。 いうことですね。営業利益の進捗というとこからもわかるんですけれども、第1クォーターから戦略投資を実施しておりますと。まあだからね、その戦、投資、どうしてもお金がかかってしまうんで、そういったところで本業の儲けを表す営業利益が減ってますけれども、問題ないですよと。会社の計画通りですよっていう話ですね。もともとは3クォーター、4クォーターですね。3九、4九に戦略投資をしてましたけれども、今年は第1クォーターから戦略投資やりますよと。 いう話ですね。株式を10分の1分割と大胆な分割をしているんですけれども株式10分割させていただく意図としては流動性の担保もそうですけれどもより幅広い投資家の皆様に株式保有をいただきたいこんな思いを込めておりますと。 いうことですね。あ、こんな銘柄あったんだと NTT 以外にもこんなあの安い銘柄あったんだ知らなかったという方はぜひチェックしておいたら面白いかもしれないですね。範囲取り回りも3.6%と。時価総額もね5500億あるんでこれがちょっと小型株とかになってくるとねなかなかすごい動きするんですけどそれなりに大型株なので問題ないかなと個人的には思っております。ということで今回はパーソルを取り上げました。はいでマーケット振り返りの方行きたいんですけれども今日のトピックス結構ひどかった。 ですねっていうのがやっぱ感想で、ここ数日で配当落ちもあって、相場の調子あんま良くなくて、ガガッと下落してて、で、今日月曜日ですね、まあどういう相場になるのかと。朝一高く始まって、ググッと上がってたんで、相場戻ったんかな、みたいなね。10月2日ですしね、えー、今日から新しく新規1点と思いきや5場からもうダダダダダと売られまして、別になんかね、特にこれが理由だとか、あんまないと思うんですけど。 え、売られてますよと。で、結局安値引けですよね。なのでトピックスは0.39%の下落と。 いやー結局下がるんかいってね。あもう本当に全個人投資家が思ったんじゃないかなと思いますけれども。今日の下落率ランキングこちらのようになっております。プライムだけに絞っておりますけれども、みんなが知っているようなところで言うと楽天とかですかね。今日5.48と一気にガガッと売られております。あとはみんな大好きエニーカラーですね。これも5.26の下落となっております。手数料無料化今日から始まってる影響もあって、多分ね、これも上げも下げもすごいスピードになるんじゃない かかなななななととと思思いいまますす。ね。ね。ももももう好きき勝手に売っっっっっっってっててててて買ででるるんんん、ね、損切りりスピードもちょっと上がってくくじゃたしあとは、モノタロウですね。ここもちょっと調子悪いですけども、今日4.25下落してます。あと、ニトリですね。これも下落してまして、ニトリはつい先日ですね、日経に組み入れられたので、リバランスの需要が発生しておりましたけれども、えー、そこでね、売買代金もとんでもないインパクトをつけておりますけれども、これリバランスの影響ですね。日経組み入れの影響で、 ガガッと売買代金つけてますよ。そこから今日は4.25の下落ですね。で、東のチャートで見るとね、この、ここ割れたところ、今年の4月、リバウンドして上がって、で、7月、リバって、で、8月、リバってみたいな感じで、また来てるぞということで、えー、そんな。 チャートですよっていうのをね、お知らせしておきます。まあ、だから絶対リバウンドするって言ってるわけじゃないんですけど、歴史的に見るとリバってはいるんですけど、あの、円安がね、結構きついですよね。ニトリって円高になると収益が上がる会社なんで、ここまでね、円安が非常に進んでますので、ニトリにとってはだいぶ厳しいよねっていうのは、やっぱ連想しやすいから売られてるんじゃないかなと思うんですけど、で、あと最近個人投資家も結構名前が上がってきてるのが、 ジャルの名前ですね。あとジャルと ANA と両方ですけど。空もね、最近チャート崩れてきまして、ガガガッと売られているぞというね。とはいえ、あのやっぱりこれも円安がすごすぎて、円安だから海外旅行行くのやめたっていう声もね、結構ありますんで、チャート的に崩れてますよと。とはいえね、アナジャルすごい人気な銘柄なんで、 注目度は高いんじゃないかなと思いますね。ANA も最近崩れておりますと。アナジャル狙ってた人なんかは今下がってますよというお知らせです。逆にじゃあ何が上がってんのって話ですけど、上昇率ランキングこちらのようになってまして、やはり上がってるのはね、決算いいところですね。まあ決算いいというか、決算で反応がいいところですね。いい決算だから買われるかって、まあそういうわけでもないんですけど、皆さんのハードルを超えた、期待を超えていくような素晴らしい決算を。 ハードルを上回ったところですね。プライムだけにこれも絞っ てますけどアダストリアが11%上昇してましてこれは先週金曜日決算出しまして30%情報修正14期ぶり最高益配当15円増額ということでハンバーグカレーから半ばやっぱこの配当の増額は結構効いたんじゃないかなと思いますね他に上がっているのがランドコンピューターですねこれも7.39と大幅に上昇してるんですけれどもこちらも配当の修正を発表しております29日ですね金曜日ですね配当利回りは3 3.86とね40 50円円から50円に増額しておりますで、あと中継も出してます。で、中継で2024、5、6とね、こんな感じでやっていきますよという見通しも出してますし、株主還元に関しても結構積極的でございまして、株主還元のスライドもあるんですけど、 業績向上に応じて継続的かつ安定的な利益還元を行っていくことを基本方針として連結配当成功40%以上還元していきますよと2024年3月期から2026年3月期までの3期間において連結配当成功50%以上還元していくことにより株主還元の強化を図ってまいりますほんとこういう文言もめちゃめちゃ交換されますよね、まあ、だから引き続きこういう風な発表をした会社、まあ、還元成功引き上げますとか こういう感じで中継やってきますとかね、根本的に会社が変わっていくような、えー、そういう風うに見える。 ような会示を出してくる会社アップね買われているので逆にだからこれがないとちょっと買われないんじゃないかなみたいな、ね、そういうプレッシャーもだんだんあるんじゃないかなと思いますね。であとは6.09%上昇しております千葉工業銀行ですね。これも金曜日情報修正を発表しておりますということで買われてますね。安転1.2%ですけれどもイオ銀も上昇してましてこれも情報修正発表してましたね。まあ、だから地銀もちらほら情報修正発表してきております。はいで今日から。 手数料無料化になっておりますということでね、SBI と楽天を使ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、レーザーテックの動きをね、やっぱちょっと注目ですよね。売買代金今日全体で3.7兆なんで、ちょっと多めですかね、直近だと。 デイで、レーザーがレンジの上ブレイクしてきたんかなぁと思いきやね、ちょっと垂れてたんで、いや、垂れるんかいみたいな。後半戦失速した形ですけれども、売買代金多いですね。この水準の売買代金がずっとキープされるのか、まあ今、今日ね、たまたま手数料無料化っていうのも相まって、 で売買代金増えてるだけなのかなどなどで、そのあたり人気銘柄の売買代金をウォッチしておきたいかなと思います。投落レシオなんですけれども落ち着いてきておりまして、投落レシオっていうのは値上がり銘柄、値下がり銘柄の割合を出しているもので、値上がりと値下がりが同じだったら投落レシオ100なんですけど、これが今日6日の投落レシオ68ということで、まあ、だいぶ落ち着いてきましたね。 はい、もうずっと過熱感あるよねって話させていただいてたと思うんですが、7月ぐらいですかね、ここぐらいの水準までようやく落ち着いてきたと。じゃ7月ってどんなチャートなのっていうのをトピックスで見ると、ここら辺ですよね。ぐーっと上がってきて、7月1回落ち着いてぐぐっと下げて、まあ、だからちょっとこのぐぐっと上がって下げてみたいな感じ、ね。なんとなくちょっと似てますよね。ここの 今の8月から9月中旬のチャートをググっッと上げて今調整入ってみたいね。というところで値上がり値下がり銘柄数で見ると今はね割と落ち着いてるのかなと思いますね。で、今後のスケジュールこちらのようになっております。決算続々やってまいります。はい。今週もこちらのような決算が出てきて3連休挟んでまた火曜日から決算出てきますよということで明日なんかで言うと霞ヶ関キャピね。 もうキャピーはもういろんなキャピーがあるんですけど、そのいろんなキャピーある中の一つのキャピーがこの霞がせげキャピタル。これもね、個人投資家人気めちゃくちゃある銘柄で、で、かつ明日本決算出てくるんですよね。だからとんでもない動きするんじゃないかなと、えー、思ったり思わなかったりキャピったりしてますと。 ここからの動きとしてはやはり決算どころに注目が集まってくるんじゃないかなと。今月はもう決算ですね。決算シーズンっていうのはもう本当に株会のワールドカップっていう人も、まあそれは聞いたことはないんですけど、まあそう,いう言ってもおかしくはないぐらいの盛り上がりを見せてくるんじゃないかなと思います。は <laughs> い、ということでご願いします。では以上。